NCT のジャニーとヘチャンは3人の女性が関与するスキャンダルに巻き込まれた。その後、噂は拡大し、他のメンバーやグループ外のアイドル、スーパージュニアのヒチョルが関与しているという噂まで広がった。NCT ヘチャンとジャニーズに関する詳細がさらに明らかになる前日のように、噂は確認されていないが、大きな影響を与えたようだ。株価は下落し、当時は対処されていなかった噂が全国ニュースで取り上げられた。こうした噂が流れる中、スキャンダルが発覚して以来、ヘチャンは空港に姿を現している。NCT ドリームは、ザ・ドリームショー3コンサートの日程の後、近日リリース予定のムーンナイトのイベントで日本に滞在していた。ファンが撮影した写真では、多くのファンがヘチャンが悲しそうで、アイドルが引きこもっているように見えると考えている。ファンは、この状況の正当な結末を願って、新たに共有された写真でこれらの感情を表現した。グループが日本の空港に到着した後、エンターテインメントは、NCT のジョニーとヘチャン、および疑惑のスキャンダルとの関連をめぐる噂を公式に否定した。以前、ジョニーとヘチャンはファンとわいせつな行為にふけったと非難されていた。この件に関する投稿が増え、写真もさらにシェアされた。スーパージュニアのヒチョルもこの事件に関与しているとされたが、すぐに関与を否定した。